ら通してくれるって言ったもんね。あ、一旦とりあえず全部回復されてる。うわ、待って。いや、聞いてないって。カロン、なんでそんなところにいるんですか。一旦、防御にして、防御にして、マロさんの電気ビリビリでカロンを倒す。これでいいでしょ。これで攻撃せずにマロだけでなんとかなる。よし、これさ、上に行きたい。あ、でも上に扉あるな。待って待って待って、すごい振動してる。なるほど、これでもさ、どうやって行くんだろう。こっから先上に行けないな。どうしよう。扉もない。あ、行った。こっから登れたじゃん。あ、なるほどね、こういう感じね。なんかありそうだけど、この辺の樽のところとか。特に何もない。わあ、ネズミめっちゃいっぱいいたわ。またなんか、待って、迷路かなと思ったら、なんでそんなところに敵がいるの。見えないよ、そんなところに敵いても。はい、やい。え、これ上登りたい。登れるでしょ、絶対。来たー、登れたー。絶対登れると思ったんだよな、ここ。はい、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 コインいっぱい。ねえ、なんでマリオいるの？怖いって。あ、セーブポイントがある。っていうことは、もうそろそろまた、ここのスタービースが手に入る、そんな感じですかね。セーブポイントがございます。こっから登ってって。え、お前な、また来た。なんだろうな、緑バージョンじゃないんだよ。お前、またあったな。なんだろう、なんだろうじゃないんだよ、本当に。もう油断したらこうなんだもんな、本当に。嫌い、なんだろうな、嫌いです。はい、オッケー、やったー、倒し。よし、着くか。何、次はここ真正面に扉あるけど、横にも何かあるんだよな、気になる。これなんだろう。あ、渦巻きがある。ということは、この渦巻きに入ればいいのですね。はい、下に潜ります。扉が2箇所ありますね、気になる。はあ、なんかでもこれ、あー、これでも下にさ、潜ってった方がいい気がするけれども、また無敵的に当たってしまって、ろくでなし。奥の部屋に来たけれども、ここは一体なんだろう。あ、渦巻きはここにあるけれど、下に下がってくる感じ。あ、でもこっちにもなんかある。あ、上に上がれそう。え、なに、うん、なんだてめえは。なになになに、なに、星を探しに来た。残念だったな。あれはこの海に落ちてきたもの、すなわちこの海で最も強い男であるジョナサン親分のものなのさ。もっと残念なことを教えてやろう。てめえはここを通れないぜ。通してもらうよ、任せてください。君たちなんてコテンパンにしてやるんだからな。つかないで、痛い。地味に隙が痛い。君たちもきっと電撃は苦手でしょ。はい、苦手。よし、倒した、楽勝。こいつ強いぞ。上の仲間に報告だ。逃げてった。逃げていきました。どこだ、侵入者どこだ。いないぞ。逃げたか。逃げてないもん。あそこだー。いやー、逃げろ。これでも食らえー。やった。いや、避けるとは卑怯な。ラッキーすぎる。あ、もう来やがった。だが簡単には通さないで、どうしても取りたいのは力ずくで通ることだな。いけます、私は強い。そう、強いのです。あ、一発しか当たらなかった。はい、はい、ということで、電気ビリビリで、皆さん一気に仕留めちゃいます。オッケー。むむ、あんたは強いよ、かろう。ジョナサン親分のところへ通してやる。通してくれるの。そんなんでいいんか。来た。あ、スタービースがある。ほほ、お前がマリオか。
大活躍らしいな。このスターはな、俺の海に落ちてきたもんだ。つまり俺のもんってわけだ。別にお前にやる気はね、欲しいなら腕づくってことさ。任せろ、負けません。来た、ジョナサン。痛い痛い、いきなりつくなんて卑怯やぞ。痛いんですけど、まずは何が苦手なんだろう。意外とファイヤーとか苦手だったりしないかな。ジョナサンをスーパーファイヤーで攻撃してみる。あ、弱点じゃなかった。全然そうだな、毒ガスモクモクより普通に攻撃した方がいいかもしれない。はい、オッケー。で、まずはスペシャルで何考えてるの知って。あ、君じゃない、君じゃない。でも多分一緒だと思う、きっと。火、雷、恐怖、毒、眠り、沈黙、全部火が…え、でもこの子はダメだってだけだもんね。ジョナサンは1、2、ジャンプは別にそんなでもない。毒ガスしてみるか。毒ガスモクモク、いけー。あ、ミス。そういうこともあるのか。じゃあ雷ドッカンで一旦ね、親分先にね攻撃していきたい。あ、でも弱点ともなんとも出なかった。サメ肌強化って何？電気ビリビリ。いいよ。あ、周りの人は倒した。なかなかやるじゃねえか。どうで、マリオとやら俺様とサシで勝負しねえか。サシ？何？うんうんじゃない。へえ、気に入ったぜ。それでこそ男ってもんだ。ほれ野郎ども、おめえらも俺様を応援しねえか。そういう感じ。じゃあこれ周りの敵を先に倒せばよかったってこと？そういう感じか。スーパーファイヤー、いや、スーパージャンプ。はい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 、58、あんまり食らわないな。ファイヤーボール。もうファイヤーボールもあんまり効かないな。ちょっと一旦キノコで回復させて。何、ダイヤモンドカッターって。痛い。スーパーファイヤー76。痛い。どうしよう、あんまり攻撃が効かないんだけど。はい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 。あ、いった、やったー。よかった。ダメかと思った。さすがやるな。よし、このスターお前のもんだ。男同士の勝負の証受け取んな。いいの？なんか優しい、なんか義理がたいというか。ありがとうございます、こんなスターくださるなんて。嬉しいです。嬉しい、もらえると思ってなかった。やったね。これで残りあと2つだ。スターピースが全部で5つになりました。え、なんかすごい普通にいるんだけど。ふう、あんたのパンチ結構効いたぜ。どうしても欲しいって気持ちがこもってやがったぜ。それだけ必要なもんだったってことだろう。さっさと言った方がいいぜ。ありがとう。なんか敵だけど優しい感じがする。キキキキキキ、ご苦労さん、星が見つかったようだな。しかしここまでのお前はまんまと騙されていったが、実は俺はカジオ軍団の一人、ヤリードウィッピー様だ。驚いたか。まあ無理もない明るく楽しい住民のふりは完璧だったからな。お前が星を集めていることをカジオ様が気にしていらっしゃる。それを持ち帰れば俺が大手柄。これが上司に気に入られる秘訣。抵抗しても無駄だぞ。さあ星を渡せ。断る。そうかい。では本物のリプルタウンの住民はどうなるかな。え、もしかして通してくれなかったらあそこにいるの？なんじゃ、何をする気じゃん。やめてくれー。ああ、罪のない老人がこれ以上くすぐられるのはかわいそうだろう。断ります。二人になった。まさか二人で。おい、そこは勘弁してくれー。くすぐられてるの？こしょぐら、命を奪うはあれだけどさ、こしょぐられてるぐらいならいいかなってちょっと思ってみたりもするけど、それもかわいそうか。あ、一気に4人になっちゃった。なんとこんなの初めてじゃ。
喜んでるように見えるんだけどな。恐るべしテクニックじゃん。罪のないこれダメです、断ります。これさ仕方ないな、を選ぶしかないの。でも何も反応なくなっちゃった。あげちゃうの。自分の手は汚さずに欲しいものを手に入れる。俺はなんて頭がいいんだ。そりゃ出世もするわな。よし城に戻るぞ。そろそろ迎えが来ているはずだ。どうするの。迎えが来てるはずだ。こっちの方行ったけど遅い。オノホースは何をグズグズしてるんだ。待ち合わせに遅れるとは。早く逃げないと。あ、マリオが来ちゃったじゃないか。仕方ない。多少錆びてもしまうが海に飛び込むぞ。あ、待ちな。そのスターはてめえにやったんじゃねえぞ。男は男らしく生きろ。勝負にかける熱い魂を忘れるな。燃えろ。激しく火花を散らすんだ。拳でしか分かり合えないことが。親分、あとはマリオに任せましょう。本当の姿をお見せするとしよう。合体だ。合体？何してるの？嘘。ボス戦ここで来るの？そういう感じ？三人技ずっと溜まってるからもう先に三人技しちゃおうかな。三人技先にしちゃいます。よし、よろしくお願いします。いけー、攻撃だー。どう、三人技の威力。弱点だった。結構効きましたね。毒ガスもくもく、いけー。毒ガスになるミス。あ、来た。あ、向こう水蒸気爆発だって。やばい。いえ、めっちゃ食らうじゃん。先に回復させた方がいい気がする。先に回復させよう。みんなのことを先に回復させてあげて、その後何考えてるのしよう。何考えてるの。何考えてるんですか、教えてください。雷が苦手。1001もあるの。なるほど。じゃあ普通にマリオとかはジャンプとかで攻撃していくのが一番良さそう。はい、はい、いいよ。痛い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 。じゃあ雷ドッカンでいいのか。雷ドッカン184、いいですね。はい、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 あい、あい、あい、122。はい、スイ。何ミラージュアタックって増えたけど。ねえ、増えた。どっちなの？これは敵全体にした方がいいか。敵全体に攻撃だ。あ、待って、弱点こっちは何もなかったってことは。こっちが偽だ。そういうことじゃない？多分そうな気がした。そういうことですよ。で、雷ドッカーをお見舞いする。184で、スペシャルでスーパージャンプする。1、2で、シロップで回復させる。痛い、めっちゃ食らうじゃん。雷ドッカーン152。あ、イエーイ、やったで、倒しました。よかった、これで無事戻ってきたんだね、自分の元に。カジオたちもスターの秘密に気づいてる。この先にあってどんな手強い部下たちがマリオたちを待っているのか気になりますね。あれ、鍵が落ちてる。倉庫の鍵。マリオへ。まあ、あんたのことだからあんな野郎は楽勝だろう。ところで、でっけえ斧が空を飛んでるのを子分たちが見たらしい。まだ悪い奴らの企みは終わってねえようだな。そんな奴らは遠慮なくやっちまえ。陸は息が続かねえから一緒に戦えねえけど、海に来たらまたに遊びに来いよ。ジョナサン・ジョーズ。いい人じゃん、ジョナサン。ありがとう。戦ったけど、拳を交えて友情が芽生える、そんな感じですね。あ、みんないる。助かったわ。こんな狭くて汚いところもうたくさん。
よかった、みんな解放された。平和が一番だね、ピース。いや、まあひどい目にあったらありがとうさんだね。ありがとうございます。うちのお店に寄ってってくださいね。あ、お店の人だ。この度は本当にお世話になりました。ありがとうございます。ぜひうちの宿屋にも利用してくださいな。ありがとう。あ、このリプルタウンを救っていただいて誠に感謝しています。私がくすぐられたのは仕方ないこと。星が長老ですからな。マリオさんはくすぐられるのは平気な方ですか？これはお礼です。あ、ありがとう。町の人たちがみんな無事で本当によかったわ。無理やりさらった上にこんなところに閉じ込めおって、クッパ軍団はこんな卑怯な真似をせんぞ。本当か？あら、私も最近どこかの誰かにさらわれたような気がするけれど。まあ、皆無事だったことだし全て解決だな、ガッハッハ。それよりそんなカビ臭い部屋から早くおさらばしようではないか。そう、根元に戻った街の様子を見に行ってみましょう。もしかしたら次のスターピースの情報が聞けるかもしれない。確かに。マリオさん、スターを探しておられるならわしにも心当たりがありますぞ。この先カントリーロードに悪さを反省したモンスターたちが暮らす街があるのです。そこに住んでるネズミが先日この街にやってきてスターを自慢しておりました。詳しい場所はわしもわかりませんが、カントリーロードのどこかにあるのは確かです。そうなんだ、カントリーロード。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。無事ね、5つ目のスターピースもゲットできまして、次回はカントリーロードに行きたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また見てね、バイバーイ。